砂漠の塩は松本清張の長編小説。婦人公論に連載され、1967年3月に中央公論社から刊行された。後に電子書籍版も発売されている。本作で第5回婦人公論読者賞を受賞した。愛と死の砂漠のタイトルで1971年にテレビドラマ化されている。中東を舞台に、 死を決意した男女と妻の後を追う、夫の愛の行方を描く長編ロマン。ヨーロッパ、中東への旅行団に参加した、乃木安子は、パリオルリー空港で一段と別れ、エジプト回路にて、谷口新吉と落ち合う。再会を果たしたものの、安子は未だ新吉に体を許す気になれなかった。夫、安子は善良で何の落ち度もないことが、安子の心に罪の意識を落としていた。 しかし、中東各地を経て、バグダードへ向かう中で、安子の心に少しずつ変化が生じていく。新吉の妻、太子は、夫が香港から会社に辞表を提出したことを知る。新吉は、ヨーロッパ、中東各国のほとんどのビザを取得していた。他方、安オは安子が、ヨーロッパで、蒸発したことを知った。不安に落ちた安オは、妻の行方を追うため、カイロへと飛ぶ。 シリア砂漠砂漠の中のアジドラマタイトル、愛と死の砂漠。1971年4月6日から9月28日まで、関西テレビ制作、富士テレビ系列にて、全26回の連続ドラマとして放映。第12回日本放送作家協会賞演技者、少受賞作品。この枠では、初の1時間ドラマ。また前作、スッポンまでは、 あなたの劇場という枠名が付いていたが、本作より枠名を廃止した。この記事は以下のカテゴリでも参照できます愛都市の砂漠に関するカテゴリ。ありがとうございます。